怪談都市伝説ヒトコアとジャンル不問のコア団バトル大コアその歴史に残る名作コア団を紐もく「オーコアアーカイブ」 よろししくお願いします、えー、僕ですね普段東京のライブハウスで働いてるんですけどおそこにめちゃくちゃ霊感が強いっていう人お客さんで来たことありましてでじゃあこの人どういうふうに霊を見るのかって言いますと波長さえええば生ききててるる人と区別つかないいくらいもううはっっり見えるって言うんですよで、まあ、正直ちょっとうさんくさいなとも思いながら話聞いてたんですけどその中で。 じゃあ今まで見た中で一番やばいものってあげるとしたら何なんですかって聞いてみたんですね。その時に聞いいたたお話今日はさせていただきます、えー、仮にこの人 A さんとして、えー、A さん当時東京のちょっと郊外の方にあるマンションで1人暮らしをされてたそうで,で季節でいうと真冬の時期だったんですけど夜中の3時頃ちょっとタバコ吸いたいなーって思ってガラガラーとベランダにタバコ持って出たと。で えただ真冬なんでもちろんめちゃくちゃ寒いんですよねでタバコにグッて火つけて,って吸ってみるんですけどいやめちゃくちゃ寒いこれダメだと思ってちょっと何口か吸ったらもう部屋戻ろうって思いながらそのまま何気なくベランダからちょっと身乗り出して真下の方をこう見たんですってでその部屋っていうのがマンションの4階にありましてでそのマンションの隣パーキングになってるそうでそのパーキングを真上からこう見下ろす感じで、えー、見てると ななんんんかいいるなっってて A さん気づいたって言うんですそれそのパーキングの少し端の辺り自動販売機の明かりに照らされて小学校低学年くらいの小さな子供が3人横一列にこう手をつないでうつむいてぼーっと立ってる3人とも白い薄手のお揃いのワンピースを着ていてでも性別が分かんなかったんだよねって言うんですよワン ピース着てたんなら女の子じゃないんですかって僕気になっちゃって話現って聞いたんですけどいやそれが分かんなかったんだよ確かに服装は女物だったんだけどさその子たち3人とも髪の毛が一切生えてなかっただから俺分かんなかったんだよねって A さん言うんですよ A さんが言うには霊っていうのは生前の姿で見えることがほとんどらしくてこんなに奇妙なものを見たのは A さんも初めてだと でそれえだんだん神秘的にも感じてきてもしかしたら精霊とかそういうものなのかもしれないって思ってると A さん見入っちゃってタバコの火も消えてたんですけどしばらくベランダにいたって言っててで数分経ってあれってちょっと変なことに A さん気づいたっていうんですねこうマンションあってパーキングがあってそのもう一個隣が2階建ての一軒家になってるそうなんですけどその2階の窓から男性が。 不思議そうな顔してじーっとその子供たちのほう見てるのに気づいたあれあの人にも見えてんのかなんて思ってると今度は真下の方向からキャッて声が聞こえてパッて下見るとパーキングの横の道のところカップルがいて二人とも「何あれ?」ってふうに怯えながらその子供たちの指さしてるどうやら A さん以外にも その子供たち見えてるっぽいんですよねこれどういうことだろうって思ってると1台の軽自動車がブーッとパーキングの中入ってきて真ん中辺りで車止まって運転席からガチャッと男性が出てきたっていうんですねごく普通の50代くらいのサラリーマンっぽい男性なんですけどがスーッとトボトボーッと子供たちの方にスーッとっあの歩いていって3人の一番端のこの手をスッと握るんですよ。で また車の方に手を引いて戻っていくそうすると子供たちも手を引かれてトボトボトボって歩いてついていく車の前までついて男性が車のトランクをガチャンと開けるとその子たち自分から1人ずつトランクの中に乗り込んでいくっていうんですよでなんだこれと思いながら息殺してぐっと上から見てると3人目の子供が乗り込んだ時その子急にスッって上向いて A さん目が合ったっていうんですね でもすぐトランクはバタンって閉められて車はブーッと足早にパーキング後にしていってその一瞬目があったその子の表情が A さん今でも忘れられないっていうんですね限りなく無表情に近いんですけど何が当たり前で何がおかしいのかそういうの何にも分かってないんじゃないかそういう顔に見えたそうで俺が見たあれがさもし生きてる人間なんだとしたらさあれ何だったんだろうって 色々考えてみるんだけどさどう考えても悲しい想像しかできないんだよ見えたものがさどう華麗であってくれって願ったのはあの時だけなんだよねそう言って A さんはこの話を終わらせました以上ですありがとうございました最後まままでごご視聴ありがとうございいしししたオークはチ,ャンネルチャンネル登録をよろしくお願いします